せいちゃんに運転してもらって今、はい、次の場所へ向かっております。お願いします。頑張ります。なんかこの間もこうブルーコンペの時にちえちゃんに運転してもらって、そう行ってもらい乗せて行ってもらいました。はい、あその時 の、 あのガラスに入った傷がちょっと今日見れるかもしれません。見せません。あとでちょっと写真撮って見せます。ちょっと間にこう入れてもらおうかもしれない。私が私のことを愛して、嫉妬ってさ、する？また恋愛の話です。嫉妬するかな。嫉妬、別にさ、もう他の女の子を可愛いとか言っとっても、うん、別にそれは、まあ、もう、うん、あ可愛いねみたいな、うちでもかっこいいとか言うもんね。普通にさ、可愛い人いっぱいおるしさ、うん、可愛いねとかなるけど、別にそれは嫉妬せん、うん、ご飯とか行って、それなんかいっぱい人がいるところでご飯とか行って、うん、でその場でなんか女の子に優しくしたり、うん、なんかそういうの人で見とったらするかも。難しいね。嫉妬はしないかな、うん、するかな、うん、人によります。結局人による。人によるてかもう車の中さ、うん、マオちゃん運転する時あるでしょ。あるよ、たまに。何してる？何してる？ゴルフの時とか長くないだって運転。運転？うん、もうゴルフ場に運転しにしたことないから。そちらのタイプでございます。そう。え、めっちゃ眠くなるもん。あ、確かに確かに、ゴルフ帰りはめっちゃ眠い、ね、確かにそりゃそうだ。そういう時はどうしてる？眠気覚まし法。でもなんかずっと結構歌ってるかも。ああね、やっぱ声出した方がいい。そうね、歌ってるか。あとマジでやばい時、本当にやばい時あるじゃん。うんうんうん、確かに。そういう時はあの高速とかね。確かに。窓を開けるじゃん。うん。大きい声でめっちゃ叫ぶ。叫ぶ。多分もう。でもそれ他の人にさ聞こえるよね。でも高速だから大丈夫かなと思って。確かに。そうか。100キロぐらいで運転しながら窓を開けて叫ぶっていうのがおすすめ。みたいです。皆さんぜひやってみてください。あとは何だろうね、ドリンクとかは。ドリンク、カフェイン、なんか食べること多いかも。なんかあ、ね、めっちゃ食べるお菓子とか、うん、この間なんか眠くなってさ、隣でさ寝るのもあれやからさ、眠くなってカフェインこんなあれやん、おまけで普通に眠くなった。助手席の方が絶対眠くなる。そう。なんか一瞬の効果やったっすね。助手席は本当に眠くなる、ね、何がいいやろね、眠気覚まし。一番叫ぶ、叫ぶのはおすすめだけど、でもね意外と一番いいのは友達とかと電話すること。喋りながらやっぱ喋ってる方が眠くなる、でもねやっぱゴルフ場の帰りだと途中途中電波悪くない。あ、確かに腕が疲れたみたいです。もーちゃん、ちょっといい話しようよ。いい話しよう。なんかこのためになりそうな話。ためになった。はーい。みたいな話。ちえちゃんもう3歳からずっとゴルフ？そうだよ。うん。ためになんないね。ずーっとゴルフか。でも大学の時とか一瞬試合に出なくなった時は。それ勉強、集中する。就職活動？ああ。就職しようって思ったの。じゃあアナウンサー試験受けてたからさ。そっか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 、そうですよ、ちいちゃん。そうなんですよ、ゴルフにも大変。うん。え、アイドルの時はどんな感じ？忙しかった？アイドルの時は、え、学生でしょ、だって。うん、学校、高校生。高校生は高2の終わりか、ちょうどね修学旅行行く時期ぐらいに入った。行ったん？修学旅行。行ってない、だからそれ北海道で。でもね、チェもね、中学旅行行ってない。行ってない。なんかね、オーストラリアで試合があって。かっこいい。行かなかった。オーストラリアに行った、うん、全然いいやん。修学旅行九州だったんだよ。あ、そうなんや。行ってないけど。でもまあ九州って大人になって行くのいつでもっていうか行けるしね。オーストラリア、まあ、行こうと思えば行けるけど、なかなかさ、ね、すごいな、試合で。
何年間いたの、やってたの、結構見つけて4年半。へえ、大変だったね。大変だった。まあ全然さ踊れんくってさ、言ってたよね。そうマジでね、本当にリズム感なくって、うん、そう、それがやっぱ苦労したな。え、怒られたら火を乗れって言ったから。もうね、多分入って1週間ぐらいでお披露目、1、2週間ぐらいお披露目やったんやけど、うん、そう、その時もずっと遅くまで11で、うん、ずっとレッスンでもうやばかったな。へえ、11なの？11で、そう、もう1人で同期、そう、おらんくって、もう11でずっとレッスンで、そうなんだ。あの時ぐらいかな、マジで、本当に。やばい。どっちの番だろうね。ちょっとわかんないからいい感じ。なんか2箇所曲がるところね。本当だ。え、でもさ、同い年ぐらいがみんな多かった？同い年、うん、なら楽しそう。しそう、いじめられなかった？うん、すごいじゃん。全然ね、今こんなにいじめられてるの？そう、本当だよ、マジで今こんなにいじめられてんの？全然大丈夫。いじめる側か今は。今はなんかマオちゃんにいじめられてて、だけね、からフロントガラスに、そう、これマオちゃんが殴ったんですよ。そう、だけひび入った。これこっちだと思ってたから、こっち行くわ。待ってます。はい、正解です。マオちゃんはいじめられませんでした。まあでも仲良さそうだよね。そう、みんな仲いいですね。強いし、うん、ちゃんと自分持ってないと、そう、ね、気が強くないと無理じゃない？うん、あんまゴルフの友達と普段遊び行くとかは少ないかもしれない。ね、本当に絶対なんかさ、本当に女子って感じの人が多そう。うん、これぞ女子みたいな。え、でもなんか嫉妬、さっきの嫉妬の話じゃないけど、うんうん、なんか試合出て、うん、やっぱ自分よりさ成績いいと自分より賞金もらえるじゃん。うんうん、そうすると嫉妬するかも。ああね、あ、なるほどね。そういうところでね。なんか一緒に、あの子は100万円もらってんのに、うん、じゃあ5万円か、うんうんうん、確かに実力だけど、それは嫉妬するよね。そうだよね。とりあえず拍手はさするけどさ、うん、クソって感じ。うん、まあそれはね、アイドルもそうじゃない？それないとね。アイドルもそうじゃない？なんか選抜とかさ、うん、あ、まあね、確かに思った？クソってクソって思うけど、でもなんか正解はない感じです。なんかさ、ゴルフだともうさ数字に出るじゃん。うん、確かに、もう確かに。ちょっとあとちょっとでつくかな。じゃあつく前に、はいね、じゃあ今後の今後のすごい今ね、日光がね、太陽がね、顔を出してきてすごいライトアップされてるんですけど、はい、今後のちえちゃんのゴルフ、まあ、お互いのね、そうね、ゴルフ、これからのね、ゴルフの目標っていうのは、まずは、うん、でもなんか来週からさ台湾の休憩、台湾でいい成績残って、今年もアメリカ行ってたのが、うん、来年も行く予定だから、うん、こちらも頑張って。うん、でまあ日本のプロテストも頑張って、そう、ね、プロテスト、はい、うん、でたくさんいい成績残して稼ぎたい、稼ぎたいって今テロップで大きく出ました。やっぱさ仕事だからね。そうだよね、稼がないとね、とね、遊びじゃない、趣味になっちゃうね。確かにですね。じゃあ応援しましょう。はい、お願いします。宮崎千恵プロ、千恵です、赤信号です、ずっとね、進まんね。マオちゃんはどうなんですか？マオはですね、だってなんか忙しそうだけど、全然、結構ゴルフ行ってるよね、東京来てから。行ってる、うん、東京来てからマジで行く機会が、ね、そう多くなったかな。でもやっぱゴルフの仕事全然まだしてないから。そうなの？なんかさ、うん、結構新潟とか行ってなかった？あ、まあそう、 YouTube とかが多いけど、でもなんかまだまだ全然だから、なんかさ定期的にこう決まったお仕事っていうのがないから今、だからまあ
か資格ティーチングでティーチングとか取りたいなって思う、うん、でもなんかちゃんさ、うん、ティーチングも取ってみようかなと思ってる。うん、そうティーチングをね、来年2023年の目標はティーチングを取って教えて、まあなんかテレビとかさ、うん、なんか自分の番組持ってる人とか多いやん、うん、まあ、自分の番組とは言うんけどさ、そういう定期的に、まあね、そうそう、多分仕事の幅とかも増えればなって思うから頑張ろうかな、うん、みたいな。いいと思う、ね、でもね、もっとね、じゃあ真央ちゃんマジでね、こんななんか可愛いキャラだけど、まあ、可愛いんだけどもっと本当は面白いから知ってほしい、みんなに。いや、やばい、やばい、本当素は結構やばいぐらい面白い、もうなんか素やからな、アイドルじゃなくて芸人さんなんじゃないかって思うぐらい素やからな、それは。じゃあもう本当に面白いです、ね、山本も。ちえちゃんおもろいんですよ。私は可愛い系なんです、いません。もう遅い、もう遅い、遅い遅い遅い、可愛い系なんですよ、そうしていただいてるんで。なかなかそんなね、やっぱね、みんなには見せない姿なんですっていうね、ちょっと隠しながらね、この可愛さで、ね、このキャラかみたいな。顔はもちろん可愛いね、パッて見せちゃうとさ、そうだね、もったいない、そうこれから徐々に、ちょっとそう、徐々に徐々に仕上げていこうかなって思っております。ということで、2023年の目標はゴルフ、2人とも頑張ります。頑張ります。人口いっぱいなんか増えてきてるイメージだ。多いよね。練習場とかさ、ね、普通に1時間待つとかあるよね。ね、状況だ。そう。ちょっとみんなに負けないように。若い人も多くない？そうそうそう。年齢が幅広い感じがする。本当に。なんか同い年ぐらい増えた感じするし。そう、めっちゃ思う。ね。インスタとかね、すごいもんね。インスタとか。女の子たちすごいよね。やばいよ。はい、木更津アウトレットに着きましたね。とりあえず大掛かりな撮影はできないんで、はい、スイーツ食べて帰る感じで。最後食べたいと思います。はい、行きましょう。ゴー！あ、美味しそう。じゃあこちら。抹茶美味しそう。どれどれ？このテランピケか抹茶。茶。お前行ってみたい。茶そう。現在地がここなので、めっちゃ遠い。ここで違うとこ見ちゃう。じゃあ最初に集結してる、そっち行くか、これか、 OK、 行きましょう。まあ徐々にいいだったらここでもいいしね。そうね、ここでだと、あー、謎は僕じゃない、行きましょう。美味しそうですね。美味しいです。クレープ、アイス、ジェラート、塩キャラメル、ダークチョコ、ピスタチオ、バニラ、トリプル。何？トリプル。トリプルね。発音良すぎて。いや、そうだね、良すぎた。ちょっと分かんなかった。完璧だわ。メーク。これ。いる？そういう。なんか、あれ、なんか、学校の時そんな感じだったかもしれない。その単語だけ聞くやつ。そのタイプ。分かりました。まあ今日はちょっとゴルフして、まあ、2人仲がいいっていうことで、はい、まあちょっとこういうね、帰りアウトレット寄りたいなってあれだったんで、寄って甘いもの食べて、帰るという、幸せですね。動画でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどうでしたか？普段こんな感じのお二人です。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またぜひね、二人でね、また回りたいなって思うので。そうですね、いろんな勝負とかしたい。そうね、勝負したいな。今日勝負結局つかなかったけど、そう、バーディー取ったら勝ちっていうだったけど、そう、二人とも取れずに終わっちゃったので、次はまたなんか新しい勝負を仕掛けて、はい、頑張りたいと思います。ぜひまたお願いします。ありがとうございました。なんかね、してほしい企画あったら欲しいですね。欲しいですよね。